山上容疑者の母親が語った、本音、信仰は続けたい、妹は、事件を起こしたとか言われても、知らん、日本中を大きく揺さぶった安倍晋三元総理、当時67の暗殺事件、母親を破産に追い込んだ統一教会への恨みから手製銃の引き金を引いたとされる山上哲也容疑者、42、は年明けにも起訴される見通しだ。 そんな山上容疑者の母と妹が周囲に語っていた事件への本音とは以下「週刊新潮」2022年7月28日号を再掲する日付や年齢肩書きなどは当時のまま今は少し落ち着いてきたけどまだ今後のことは考えられないまずは安倍さんのご家族親族の方々に謝罪したい 私の至らなさで7月17日の朝、山上哲也容疑者の母親は親しい統一教会、現世界平和統一家庭連合の関係者に電話でこう打ち明けていたという。彼女が打ち砕いてしまった息子の人生、彼が行動を起こすにあたり、触発された映画があった。 3年前愛知県常滑市の国際展示場から自宅に帰る道すがら山上容疑者の脳裏には時折前々日に見たその映画のシーンが断片的に浮かんでは消えていたことだろう教会トップの暗殺は失敗その日2019年10月6日は統一教会の信者にとって特別な一日だった 教祖分専明亡きやと、信者たちが、真のお母様、とあがめる教団のトップ、カンツルコ79。彼女が、日本の信者の前に姿を見せる日だったのである。絶対に殺す、山上容疑者は固い決意とともに、荷物に火炎瓶を忍ばせて、イベント会場に入ろうとした。だが、部外者は会場に入場できず、この時、 山上容疑者は計画を断念していますあの映画の主人公みたいにはなれなかった失意は深かったに違いない後に彼はツイッターにこう書きつけている俺がジョーカーを見たのは鶴子がやってくる前日名古屋でだった20年8月12日国際展示場でのイベント前日の5日 カンは名古屋市内のホテルに米下院議員や自民党議員たちを招き、ジャパンサミットを開いている。その前の日、つまり19年10月4日は映画、ジョーカーが日米同時公開となった初日だったのである。ジョーカーはなぜジョーカーに変貌したのか、何に絶望したのか、何を笑うのか、20年1月26日。ジョーカーは 特殊な疾病を抱えた男が社会の底辺から這い上がろうとするも新切れ社会へ復讐する悪役ジョーカーになり世情を騒乱の渦に陥れる物語である。